秋田市中心市街地の話題をお届けする街中応援会、本日の話題はこちら、集まれ100人駅前鍋っ子復活大作戦。なんか楽しみ、大作戦ということで、バーベキュープラス代表、そして川端ルーフトップ肉広場のオーナーでもある伊藤智弘さんにお越しいただきました。伊藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大変失礼いたしました。よろ肉お願いします。よろ肉、はい、失礼しました。アルベでは毎月第2第4火曜日に秋田唯一みんなのマーケットを開催しています。伊藤さんも参加していますので、ぜひいらしてみてください、はい、では伊藤さんのプロフィール紹介していきます。秋田のバーベキューを総合プロデュース、バーベキュープラス代表、川端ルーフトップ肉広場オーナー伊藤さんです。防衛事務官として防衛大臣秘書課などを26年勤務後、秋田市地域おこし協力隊として地元秋田に戻り、バーベキューの総合プロデュース、バーベキュープラスを設立。1年間で366回以上バーベキューをするバーベキューのスペシャリストとして、豊富な経験と知識を持って、バーベキューイベントの開催、運営、サポート、バーベキュー合コン、バーベキュー教室、地産地消バーベキューなど県内外で活動しております。秋田県の繁華街川端のビルの屋上にバーベキューレストランを開設し、本格バーベキューが楽しめるスペースを作り、新しい飲食空間を提供。また秋田県産の食材を使ったオリジナルのフランクフルトやバーベキューソース、バーベキューエプロンなどの製作なども手掛けております。はい、はい、バーベキューを軸に本当にいろんなことをやってる伊藤さんですね、うん、はい、川端ルーフトップ肉広場はどんなお店か教えてください。はい、川端ビルの屋上にですね、目指すはキャンプ、うん、街中のキャンプ場のようなお店を、うん、目指しております、うん、本格バーベキューの料理をコース料理で出しておりまして、うん、手ぶらで、ま、本格バーベキュー、うん、しかも秋田の食材を使ったバーベキューを提供しております、うん、はい、僕も何度かね、お店には行かせていただいて、うんうん、ありがとうございます、はい、で、お店の様子ですね、はい、写真ありますので、ぜひ、はいはい、そうですね、今はちょうど肌寒くなってきましたので、うん、なんとビルの屋上で焚き火が楽しめます。焚き火とか、はい、これは夏の映像ですけどね、うん、冬は焚き火、テントサウナ、ドラム缶風呂とかがあってですね、ドラム缶風呂もあるんですか。はい、あります。それは秋田の薪で使って、薪も今日それで、今日ちょっとね、匂いがうん、うん、プロについてるかもしれませんけど、なるほどね、それ昨日のちょっとすみません、まだ洗ってないので、はいはいはい、いやなんかキャンプ感があって、キャンプの匂いがね、はい、そんなことです。バーベキューだけじゃなくて、そういうサウナとかも楽しめますもんね。そうですね、うん、はい、本当に伊藤さんとはね、もう久しぶりなんですけど、はいはい、前一回しなちゃんで 2、3年前初めて秋田市に来られたあたりかな、うん、その時にバーベキューの話ね伺って、ものすごい奥深いもんだっていうことをね学びました。なかなか試し試しやってるんだけれども、うん、なかなかやっぱり思うようにはいかないですよね。やっぱり行った方が早いですよね。ありがとうございます。本当にじゃあもう初期の頃に会って、そうですね、そこからだいぶ変わったんじゃないですか伊藤さん。いやでも伊藤さんでもお変わりにならないですよ、ますますね。フェイスブックなんかいつも見てるんですけど、ありがとうございます。常に、ね、こう新しいものにチャレンジなさってね、うん、伊藤さん的にもこのバーベキューがこう秋田に浸透してきてる感じは。そうですね、ちょっと嬉しいことに、うん、だいぶ焼肉とバーベキューの違いが、ね、違いね、そこの違いね、いろいろとこう気を使ってくださる方もこれはやっぱ焼肉でしたとか言ってくれる方も増えたので、すいません、これ焼肉です、これは知らなかったです、それはそれで嬉しいですね。いやでも本当に美味しいものを食べさせてくれるの で、 そうですね、店で、そんなメニューもねいろいろありますので紹介お願いします。はい、はいはい、こちらですね、スペアリブですね、うん、スペアリブ、この3月にですね、日本のスペアリブコンテストっていうのが出まして、はあ、これそもそも世界基準のコンテストなんですけど、はあ、それを日本でやった中で、うん、まあ、惜しくも4位だったんです。4位、はい、これ1位になると日本代表としてアメリカ、うん、テキサスの大会に行けるっていう、そんな、そういう大会があるんです。すごい、それ1位になるべき今頑張っておるところでございます、うん、はい、スペアリブいいですね。スペアリブですね、3時間焼きますね。はあ、これマジ食ってる感すげえんですよ、この野生に戻るじゃないですけど、わかる、これはうめえですよ。あ、ありがとうございます、腹減った。はい、はい、続いてこちらですね、はい、秋田ゆり牛、はいはいはい、新玉っていうも部分があるんですけど、はい、それをまた4つに分けると、うん、新新丸川亀の子友三角と分かれるんですね。そうなんですね、はい、それを食べ比べもできますよっていうことで、うちの店で全部切り分けて、全然隣の部位なんか
全然違うんですね、うん、赤身肉あったり脂が多かったり、うん、歯ごたえ良かったりそう、ね、はい、とにかくゆり牛って本当に美味しいんだけどもなかなか私たち手に入らないんで、そうですね、ほとんど県外に出ちゃってるので、ね、そかそか、もうこれも広めたいなという思いでやっております。この横にある野菜も美味しいんですよね、はい、そうですね、そうそうそう、野菜もこう1時間かけて焼いた人参とかですね、はい、玉ねぎ、今1時間かけて焼く、これは150度ぐらいで低温で転がしながら焼くとですね甘くなるんですよ。ほうほう、これは本当に野菜うまいんだよ、うん、裏の一番人気かもしれないです。皆さん人参に感動していただけます。うさぎぐらい食っちゃいますよこれ。本当に美味しいもん。はい、続いて、はい、まあ、このようなコース料理ですね、大体これが出るんですけど、うん、2時間半のコースでですね、はいはい、で前菜からデザートまでバーベキューのフルコースを楽しんで、七面鳥みたいなのもちょっと見えますけど、あれ違う、はい、これはビアカンチキンっていうやつなので、へー、鶏のお尻から缶、あ、これですね、これね、ビールの蒸気で鶏の内側から蒸し焼きで外はパリッと焼き上がってるので、これからのクリスマスシーズンにはぜひご予約いただければ美味しく焼き上げて、うん、これパーティーの主役になりうる、やっぱこれ出てきた時みんなテンション上がるですもんね。そうですね、わーってなりますね。ちょっと鶏の気持ち考えるとね、ちょっともう本当にあれなんですけど、本当にこれうまい。ちょっとこれ一つ戻ってもらっていいですか。ちょっと俺もこれちょっと喋りたいよね、もうちょっとこのメニューの話、はいはい、このデザートもあって、デザート、はい、デザートがうまいんですよね。マシュマロとか、マシュマロスモアってやつですね、うん、炙りマシュマロをクラッカーでサンドしていただくんですけども、トロットロのマシュマロが、はい、塩辛い、辛くない塩 の, あのクラッカーと、クラッカーと合うんですね、甘くてしょっぱいっていうのが、ね、すげーうまいですよ。大抵ほらもうみんなここにたどり着く頃にはお腹いっぱいなんですよ、やっぱこんだけいっぱいコースのお肉入れてくんで、これをだから片っ端から僕が食べるっていう、僕はもう誰よりも堪能してるかもしれない、はい、あのソーセージなんかもね、実になんかこういいね、いいですよね。はい、そうですね、秋田の豚で作った、本格ソーセージです。はい、こちらは、はい、これはもうワンポンドステーキですね。450g くらいのステーキですね。これアメリカンとかオージービーフ、ね、まあ、ゆり牛とか秋田牛でもできますので、うん、これ確かあの、はい、コロナ禍でテイクアウトした私たちの家族、いやこれ本当うまかった、ゆり牛のちょっと奮発して、ありがとうございます、なんですけど、あの本当に美味しかったですね、思い出の品、はい、ありがとうございます。そっか、家でもねテイクアウト食べれたんですよね。そうですね、うん、はい、今でもやっております。あ、今もやってるんですね。はい、やってますよ、うん、はい、続いて、はい、これ先ほどのフランクフルトですね、はい、うん、はい、これ秋田の豚が8割と岩手の鶏の軟骨が2割、水も油も一切入れておりませんで、本物 の, あの豚の腸に詰め込んで本物の燻製をかけてるんです。いわゆる本格製法のまさにフランクフルトですね、でかいですからねこれ、はい、590g ありますので結構なボリュームで、伸ばすと80センチくらいあるんです。なんか首にこう巻きながら食べてる。巻きながらね、熱いですよ。ちょっとそういう粋な食べ方もね、熱くねえよこれがいいんだよ江戸古代これが2なんだよ。はい、ということでね、コースもねいろいろありますもんね。はい、そうですね、4000円から6000円ぐらいまで3の3つのコース用意しております、うん、プラス1500円で飲み放題、うん、お酒飲み放題ができます。はい、期間限定でもいろんなまた別の広場が、そうですね、はい、これからは、うん、柿広場ですね。柿広場。柿か。柿広場。はい。11月くらいからですね。はい、南三陸のトグラッコ柿っていうブランド柿があるんですけども、そちらから友達漁師がやってまして、うん、直送してくれます。朝取ったやつを次の日に届くっていう直送で、まあ、焼いてもこちら生でも、販売しておりまして、それこそこの今日のイベントアルベの広場で11月頃から販売をしております。持ち帰りができます。いいですね、はい、西村さん牡蠣は好きですか。牡蠣はね、うん、生の方ちょっと苦手だったんですけど、うんうん、ただ焼き牡蠣はね本当にあの好きです。ただあの生牡蠣も多分ね、うん、あのちょっと良くないものに当たったのかもしれない。多分伊藤さんのところに行ったら絶対新鮮なものじゃないかね。多分そうですよね、はい、つまり新鮮なものじゃないものを食べたってことですね。そうですね、それは良くないな。回りくどいですね。いいですね、新鮮なものを食べれるの、ね、本当美味しいですよね、うん、
いいもの食べれば、うん、そうですね。バーベキューの他に牡蠣も楽しめるということで、はい、はい、ありがとうございます。で、伊藤さん、バーベキューのいろんな商品も作ってるということで、こちらも商品紹介お願いします。ありがとうございます、はい、こちらですね、秋田生揚げバーベキューソースということで、ご当地バーベキューソースというのは日本でも珍しいんですね、うん、この中で私はあの秋田の5種類の食材を入れ込みました。まずあの一番秋田で一番古いと言われている安藤醸造さんの、うん、薄口醤油をベースにしまして、大仙市のトマト、下北手のリンゴ、あと胆振学校のパウダー、うん、ね、これらですね、5種類入れて、ね、おります。とってもあの豚肉に合うように設計しておりまして、うん、ちょっと甘めなんですけども、うんうん、いろんなものに合います。カレーの下味とかですね、はい、隠し味とか、うんうん、はい、あとフライドポテトにつけたらもう子供たち止まりません。親が止めるくらいもうずっと食べ続けるっていうものなんで、チャップマスタージじゃなくてね、はい、これがいいんだよな。天ぷらも逆にあったりしてですね、天ぷら、はい、野菜の天ぷら合います。これ天ぷら合うんだ、はい、おすすめしております。これいいんですよ、肉広場でもね出してもらったりして、これで食べると本当にうまいですわ、はい、これあれだけでいいですけどね、あれとご飯だけで、ソースと今とにかく欲しい、はい貧乏くせえなありがとうございます、はい、ですね、他にも商品があるということで、はい、はい、次はですね、うん、あ、ね、はい、ちょうど 今着ておられるエプロンですね、はい、これ秋田生ハゲバーベキュー協会のメンバーからですね、いろんな意見を集めて、あれがあったりこれがあったりなんていうのを全部集めたものです。で、何より一番売りがこう見えますかね、ここにそうそう、気になる缶ビールホルダーがついてるんですね。保冷剤っていうの、保冷剤付きで、ああ本当だ、中に入ってるんだ。ずっと冷えたビールをすぐ飲めると。それ絶対必要ですよね。これもうバーベキューアウトドアには必要ですね。確かに、そうかそうか、はい、焼く人はほらちょっとやっぱ肉からね目離せないから、そうですね、とはいえもうすぐ飲みたい、俺だって飲むんだよっていう意思がそこで感じられる。そうですね、冷え冷えをこうキープしながら、バーベキューを楽しめるというエプロンでございます。これ構想というかこういうのをやろうっていうのを決めてどのくらい時間かかったんですかね。これ1年くらいかかりましたね。細部にすごいあのね、あの面白いね、あれが、はい、あの仕掛けがいろいろありまして、はい、そうですね、このアウトドアメーカーの一流メーカーと言われるビブさんと、秋田の、中通りのカセットチノワさんっていうアパレルショップとバーベキュー協会3社でですねコラボして、本当もう必需品が揃っているものでございます、はい、そう全部収納できるんですもんね。そうですね、逆にこのエプロンなかったら今までどうしてたんですかこれこんだけグッズあるじゃないですかいろいろ。そうそう、やっぱね、あの手元に置けないので取り入ってやったりとかいろいろあったんですけど、今これだけでもうね収納できるんだ、はい、そっか、そうですね、大事ですねこれ、ね、これは本当にアウトドアにもいいと思います、うん、お父さん張り切っちゃうだろうなこれ買ってさ、こうやってね、どこにあるかこう最初の、ね、大変な、ね、あの水鉄砲みたいな、ね、のもある、ね、そうですね、水鉄砲ホルスターもここについてまして、じゃあちょっと火だーってなって水、あ、どこどこどこかっこいいですね、スマートにパッと出したらかっこいいですね、スマートに出すことがね、そうなんです、それが大事よ、はい、それが大事、はい、ということでここまでバーベキューの話をたくさんしてしまったんですけども、でも本題がまだあるんでしょうね、特にお知らせしたいことが、はいはい、すみません、ありがとうございます、はい、ぜひお知らせお願いします、はい、はい、今度の土曜日ですね、秋田駅前、の西口広場、あの芝生広場でですね、なんと鍋っこを大会を、うん、はい、JR さんとともにですね、うん、開催することになりました、うん、10月14日土曜日ですね、11時からと13時30分からの2部に分かれておりまして、うん、これまでちょっと最近、なかった、なくなりつつある鍋っこ、うんうんうん、かっこ鍋っこ遠足をですね、うん、気前で復活させたいという、いいですね、スタート皮切りのこの最初のイベントとなります、うんうん、今の子どもたちはですね、聞くところによるともう20年ほど前からもう鍋っこ遠足という学校行事が、まあ、いろんな事情でもってなくなっていると聞きましてですね、うん、これを知っている体験している我々多分40代以上かな、あ、うん、あ、それギリギリですかね、なんですね、まあまあ、ここでもう一回復活しないと、うんうん、この素晴らしい食文化がなくなってしまうんじゃないかとちょっと危惧しておりまして、うん、それをですね、有志でまずこうそれも駅までということでですね、やっていきたいなということと、あとこれからもどんどんですね、いろんなところで鍋っこができるような環境とか、そのマインドじゃないですけど、うん、これ大事なんだよっていうものを、うん、貴重な食文化としてですね、うん、継承を続けてつなげていきたいなという思いで
開催するものでございます。私気になるの2つあるんですけど、はい、1つはあの全日本ってありますよね、はい、全日本あの鍋っこ協会、はい、鍋っこって、はい、あの私たちの昭和の少年の記憶によれば、はい、鍋にこうつけて、まあ、秋田だけのね、はい、イベントっていうふうにあったんですけど、はい、全日本がついてるんですね今。そうですね、もうもはや全日本です。そうですね、はい。オールジャパンで鍋っこ盛り上げていこうということで。行ってみた方が行ったもの勝ちみたいな。そうですね。はい。秋田しかないので、もう全日本取った方がいいと。その通りだと思います。ことだと思います。二つ目はあのジャージなんですけどね。ジャージ。あれあのポスターにあったジャージで、はい、これいいっすよね。ジャージですね。やっぱりお揃いのジャージで学年によって色が違ったりしてですね。私たちはね女子がねエンジ色のねジャージですね。女子男子で分かれてますね。今一緒でいいんですね。はい、色です。でもやっぱラインは必要ですね。はい、やっぱりラインは入ってないと。だからこれになめっこ復活大作戦に行こうってなってちょっとジャージ買っていかないかみたいな、なんかノリでいいですよね。そうなんですよ、みんなでちょっと合わせていかないかみたいな、はい、一部 SNS でもジャージでグループの方には私ポケットマネーで1000円バックします。面白い面白い、ちょっと盛り上げてくれたらっていいっすねのをやっております。あ、そっかそっか、いそうですね。ぜひ多分俺、はい、今30、まあ、後半でギリギリ俺の時まだなめっこあったんですよ。思い出やっぱ残ってますもん、小学校の時の、ね、うん、いや私たちはもうメイン行事っておかしいけど春は秋あったような気もするし、まあ1回かな。でもあの、うん、材料をそのまんま持ち込んでね、うん、初めての調理みたいな、現場でね包丁を使うのも初めて、野菜をどうちぎれて入れるのか、うん、怪しい料理ばっかり、まあ、きりたんぽかだまこなんですけどね、中にはカレーだったり、うん、焼肉という強引なことをする方も、あのグループもあってね、そうですね、鍋っこの多様性っていうところが面白くてですね、うん、みんなでこう何を作るかから考え始めて、うん、で、はい、のなんですか持ち寄って、うんうんうん、現場で一つの鍋、はいはいはい、カレーでもいいんですけど作り上げるっていうのは最高の食育だと思いますね。そっかそっか、これ2つあるんですね。あ、そうですね、持ち込みと、はい、ですね、もう手ぶらで何にも、はい、もう手ぶらで来ていただければ、手ぶらでもいいんです。はい、うん、手ぶらでもいいのかな。用意するっていうのが、まあその秋田牛とか比内地鶏とか、あら、もう贅沢だな、秋田の豚、ラム肉、野菜、もう肉鍋を用意しております。ペアで6000円ですね、1人3000円で、本当手ぶらで全部、あのカセットコンロもシートもついてる。あら、いいっすね、すごい、全部ついてるんだ。全部ついてます、それが6000円ということと、あとはもういわゆる鍋っこ遠足的に全部持ち込んでいただいて、場所だけ提供しますっていう。そうなんですか。1エリア、うん、これあの1000円でペアで1000円分とか、ね、1000円でいいんですか。いただくんですけども、あれだったらジャージ着ていけば伊藤さん1000円バックしてくれるって。そうですね、そういうことになります。やば、これは大変なものになっちゃうね。見た人だけの検討でね、はい、ちょっとこれは、ね、はい、お揃いのジャージでライン絶対かなり厳しくしておかないとね。ラインはマストです。その辺チェックします、ね、そのメーカーのやつはちょっとダメなんですよ。すごいな、はい、なるほどね、はい、楽しそうですねこれ、はい、ぜひいらっしゃってください、うん、はい、駅前なべっこ復活大作戦10月14日土曜日開催でございます、はい、そして伊藤さんのこだわりのお肉が食べられる川端ルーフトップ肉広場、こちらですね、はい、写真どうぞ、はい、こちら川端にあります、はいはい、ぜひぜひ食べに行ってみてください。お願いします、はい、ということで今日は伊藤さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。